皆さんこんにちは、じゅんこです。実は先ほどナターシャ・デノナさんのアイシャドウミニパレットですね、そちらの方を紹介するビデオを撮ったんですが、こちらの方をその後で撮っています。で、今回ご紹介するのが私の使っている基礎化粧品の中の化粧水ですね。何度かリピートしているお気に入りの化粧水を紹介したいと思います。まず最初にご紹介するのがこちらの化粧水です。こちらの方はクレンジングローションという感じです。確かこちらの方ですね、 AHA が入っているんですね。なのでちょっとこうピーリング効果もあるんです。で、私はちょっと AHA の商品を使うと肌がすごい荒れるんですね。なんですがこちらの方は大丈夫です。朝のスキンケアなんですが、私はこう軽くお湯っていうかぬるま湯かお水ですね、で洗い顔を洗顔する時もあるんですが、ほとんどしません。夜のスキンケアをして寝て起きた段階なので、こうお化粧をしているわけではないので、特にこうすごくディープクレンジングをする必要はないと思うんですね。プラス私はやっぱり肌が乾燥してしまうので、こちらの化粧水や他の拭き取りとして使えるような化粧水をですね、コットンの方につけて軽く下から上へというふうに拭き取っていきます。で、拭き取りの方もそうなんですが、肌が荒れやすい人ですね、ニキビ肌の人もそうですが、やはり優しく拭き取るというよりもこう押す感じですね。こう横に私はこう使いますけど、ほとんど肌に触れてるか触れてないくらいかですね。で、こんな風にやっていきます。で、鼻の周りとか黒ずみの気になる部分だけちょっとくる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 とマッサージするような感じでつけていきます。次にご紹介するのがこちらのミゾンのファーストエッセンスというものです。こちらも拭き取りとしても使えるんですね。なんですが、化粧水の前に使うというのが正しい使い方だそうです。 SK2 と同じ酵母系ですねで作られているんですが、 SK2 のクリアローションは拭き取り専用ですよね。クリアローションとはまた違います。なので普通のローションとしてこう肌につけることもで、ミゾンと同じ感じの使い心地なんですけど、こちらですね、シークレットキーのファーストエッセンスの方です。で、今こちらの今ご紹介している方がスペシャルエディションということでゴールドが入っているみたいな感じなんですね。なんですが私は普段普通の方を使ってます。アメリカのアマゾンさんでもすごく好評で一時売り切れていたんですね。で、ストックとして私は探したんですけどなかったので、とりあえずこちらのゴールドの入っている方を買いました。次ですね、次のローションがこちらです。こちらの方はトニーモリーさんのローションです。で、こちらのローションなんですが、こちらのローションの方もファーストエッセンスという名前なんですね。すごく SK2 のローションと似てるよということで紹介された方はファーストエッセンスの違う方だったんですね。間違ってこちらの方のビタミントリーエッセンスという方を購入してしまいました。なんですがこちらの方もちょっと私ビタミンって聞くとビタミン C は肌に合わないんですね。やはりつけるとこう発疹ができたりします。で、この症状というのはアトピー系の肌質を持っている方には出る症状なんですね。ということでオバジ系とかビタミン C 系はアトピー系の肌の方には勧めていないそうです。私もやっぱり、ビタミン C 系のローションとか原液ですね使うと細かい発疹ができたりします。なんですがこちらの方ですねは全くできませんでした。そしてですね、こちらの3つなんですが、私はこちらの3つの方は冷蔵庫に入れてます。そして拭き取りに使ったりとか、あと冷たくしているので引き締め効果を求めるためにパッティングします。次にご紹介するのがこちらのクラリスのローションです。こちらの方は特に敏感肌の方ですねに勧めています。香料といっても、まあ自然なラベンダー系の香料なんですが、香料の入っている方と入っていない方があります。
肌の調子が悪いなと感じるときはこちらの方に切り替えたりします。次にご紹介するのがこちらですね。でこちらは、前回ご紹介した日焼け止めのアースレセピというブランドから出ている化粧水です。クリームの方も購入したんですが、ちょっとまだクリームの方は使っていません。そして、トナーの方なんですね。実はこれ1本目なんです。なので紹介しようか迷ったんですが、だいたいですね、新しい化粧水をつけると私は1日2日ちょっと反応が出るんですね。ブツブツが出た時に肯定反応だと言われて使い続けたこともあるんですね。なんですがだいたいちょっと増えてきた時点で落ち着くっていうことはありません。なので私はもう何回か使って合わないというものは肌にも良くないですし精神的にも良くないんですね。やっぱりブツブツができると精神的にやられちゃうので、私はもう気持ちを切り替えて一切使わないようにしています。こちらなんですが、こちらの方は全くできませんでした。今回ここにポツポツって一郎二郎ってできてるんですけど、こちらの方は多分ですね、ちょっと甘いものを最近食べちゃってたんですね。で私は特にチョコレートですね、チョコレート大好きなんですけど、チョコレートを食べた分だけ出ます。だからチョコレートを1粒食べれば1個できて、チョコレートを2つ食べれば2つできるんですね。で今回結構いっぱい食べたんですけど、一郎くんと二郎くんだけなのでまだいいかなっていう感じです。でこちらのローションですね、こちらのローションも酵母系なんですが、マッシュルームエキスが入っているそうです。でちょっと詳しくまだ見てないんですけど、こちらのマッシュルームエキスが入っていることによって水分を6倍肌に留めるということだそうです。しっとり感は私どうかなと思うんですけど、かなり、リフト効果がある感じがします。こう肌が引き締まるという感じですね。そして次にご紹介するのがこちらです。でですね、こちらなんですが SK2 の LXP というラインです。こちらの LXP の方は普通の SK2 のお化粧水の2倍ぐらいですね、お値段はするんです。なんですがやはりこちらの方 SK2 さんが歌っているように、何倍でしたっけ、3倍4倍の保湿力です。すごく高価ですよね。で私も続けられないんです。これは実は前に eBay さんでセレバティの方が主催した病気の子どもたちにですねドネーションを兼ねてチャリティーをやったんですね。でそのお誘いが私来たので参加をしました。こちらのチャリティーというものはだいたい商品が出ますよね。そうするとやはりドネーションを兼ねているのでその値段よりもだいたい 2,3 倍の値段で皆さん買ってらっしゃるんですね。こちらのローションと美容液とクリームですね、総額確か700ドルとか7万円とか8万円するんですね。で一応そちらの元の値段がこうですっていう感じに載っていたんですが、皆さんこう洋服系の高いブランドですね、誰々さんが来たみたいな、どんどん値段が上がっていったんですが、やはり化粧品とかを買うのが怖いと思ったんでしょうね。皆さんこちらの化粧品の方のドネーションのチャリティーの競りには皆さん参加されてなかったんですね。私お気持ちだったんですけど、まあ、50ドルぐらいからのスタートで入れたんですね。で忘れていた頃に結果が来て、そのまま50ドル5000円で3セット手に入ったわけです。基礎化粧品の大切なことはまず続けられる商品を使うことですね。肌に馴染みすぎると良くないということでいろいろ変えたりするのも手なんですが、私はやっぱり変えることによって肌が反応してしまうということはやはり肌にとっては刺激なんですね。なので私は使っている商品で肌に合っているものを順番に使っている感じです。こちらの SK2 ですね、確かにいいんです。なんですがやっぱり、ね、お値段もするし多分もう二度と買えないと思うんですね。なので私は本当に一滴二滴を他のお化粧水を使った後で美容液のような感じで使っています。そして怖いのがやっぱり SK2 のローションを使っている方は分かると思うんですが、
肌に合う方にとってはとてもいいんですね。こちらはさらに濃縮タイプといった感じでしょうか。なのでですね、違いがわかるんですね。こういうふうにやっぱり高いちょっとアップグレードしたものを使ってしまうと、次に戻った時にですね、物足りなさを感じちゃうんですね。それが怖いところです。やっぱり一度踏み込んだら戻れないみたいな感じですね。だからちょっとこちらを経験したのは私本当に失敗なのかなって思ってます。でも使い終わったら普通のタイプの SK-2 のローションを購入したいと思います。そして次にご紹介するのがこちらですね。インテンストリートメントエッセンスですね。で、SK-2 のローションがすごくいいと私が友達に言ったら、韓国のお友達ですねが、 SK-2 よりも酵母でできている化粧水というのは韓国でもすごく注目されている成分だそうです。そしていろんなブランドから出ているんですね。特に彼女がおすすめしてくれたのがこちらの方です。 SK-2 さんの酵母のパーセンテージというのが確か 92.5% だったと思うんですね。で、私が先ほど紹介したもの全てがそれを上回るパーセンテージです。94.5 とか 93.5。 こちらですね、こちらの方の酵母の方ですねが 95.7% です。つけ心地の方なんですが確かにいいです。しかもかなりしっとりします。今まで紹介した商品というのはパシャパシャっと使えるタイプなんですが、こちらの商品はちょっとこってりしてますね。 SK-2 よりももっとこってりしてます。今回ご紹介したローションですね、ほとんどが吹き出物やニキビなどに悩む方にもおすすめしてるんですね。なんですがこちらの2本に関してはちょっとしっとり感が強いのでニキビ肌の方にはどうかなという感じです。そして最後にご紹介するのがこちらですね、イスンツリーの、ヒアルロン酸ローションなんですね。今日ご紹介したローションの9本のうち8本が韓国からのものです。こちらのイスントリーの方ですね、私かなり特大サイズを買ったんですが、もう残りこれだけです。ヒアルロン酸というのは空気中にある水分を肌に吸い込むという役目を果たすんですね。なので湿気の多い日本とか他の場所ではですね、ヒアルロン酸の原液などを使うことによって空気中にある水分を肌に取り込むということで、とても肌にいいんですね。ただシアトルは乾燥しています。こういう場合にヒアルロン酸の原液などを使ってしまうと空気中にない水分を吸収できないために肌から吸収してしまうんですね。なので逆に肌が乾燥してしまうという症状が出てしまいます。原液ですね、そちらの方は私ちょっとおすすめしないんですが、こちらのヒアルロン酸のローションはまた違います。こちらは逆にヒアルロン酸をローションに閉じ込めているということで、つけた時にその化粧水をヒアルロン酸が肌の中に届けるという役目を果たしています。こちらの化粧水なんですが、若者から、私のようなアラフィフ、どなたでも使えるものです。肌に悪い成分も入っていないので本当に皆さんにおすすめしたい一本です。化粧水なんですが、私は好きなものを何個か組み合わせて使ったりもするんですが、基本的に韓国でいうセブンスメソッドですねという方法を実行しています。そのセブンスメソッドというものが、ローションを1回で使う分というのは1滴2滴なんですね。1滴2滴垂らしますよね。そしてハンドプレス、これを7回繰り返しという感じです。最初の3回はですね、やはりハンドプレスとか2回とかハンドプレスがあるんですけど、3回目4回目からはちょっとマッサージ的にします。例えばちょっとこうローションでトロッとしたテクスチャーのものですね、それはローションのお手入れの最後の方にずらすんですね。で3、4回目からそちらの方を使うときに、私は例えばこうちょっとこう少しこうマッサージを兼ねて指圧ですねをしながらとか、リンパを
をこう流したりするのに使ったりとか、あとタッピングですね。タッピングをこうやったりします。こんな感じで朝のお化粧のルーティーンっていうのは、この後で私はまあ美容液とクリームという感じでシンプルにしています。とにかく保湿重視でやってます。で夜ですね、夜のルーティーンの時はラチノイドとか美容液系も少しこう強めのものですね使っています。今回ご紹介した化粧水のほとんどですねは韓国製であって、私はAmazonさん、Amazon USA の方で購入しています。で日本から見てくださっている方も使ってみたいという方がいると思うので、もしどなたか日本から購入できるサイトを見つけた方は下のコメント欄の方に載せてください。メイクや基礎化粧品ですねをするとき、肌に手が触れますよね。その時は必ず手を洗っていただく、消毒の方もできたらした方がいいと思います。私が普段バッグの中に入れているものはこちらですね。こちらのプッシュ式のハンドサニタイザーです。そしてもう一つは同じブランドなんですが、ピュアレルってところから出てるんですが、こちらは一つ一つがこうバラバラになっているタイプですね。こちらをポーチの中に入れて消毒が必要な時は使っています。でお家用なんですけど、お家用の方はですねこんなでっかいサイズですね。こちらを私は玄関に置いています。でやっぱり遊びに来た人とか手をちょっときれいにしたいという方は、まあ手洗いが一番なんですけど、こちらのハンドサニタイザーを使ってもらってます。で必ずお化粧品や肌に触れるときは一度乾くのを待ってください。そうではないと、一応アルコールなのですごく肌が反応してしまう方もいます。そしてこれらのハンドサニタイザーの方ですね、こちらの方はバクテリアですね、菌とかには本当に強い効果を表します。なんですがウイルスですね、風邪とかのウイルスには効果はないです。なのでウイルスなどを防ぎたい方は必ず手洗いですね、手洗いの方をまめにすることをお勧めします。今回はたくさんの化粧水をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。もしも肌に合うものがないとか、新しい化粧水を探しているという方がいらっしゃったら、こちらのお化粧水ぜひ試してみてください。毎回長いビデオで申し訳ありませんが、最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。